香港チャンネル。質問が来ております。はい。NHK のですね、スマホとかでテレビ番組を視聴できる環境にある人から、受信料収入を取るのが NHK の財源として望ましいというなんか意見があったそうなんですが、これについてどう思いますかと。いやいや、そんなことを、どうですかって、いや、そんなもん、やったらあかんやろ、と。もう言うところやろ、って。俺見てへんで。曲を、多すぎん。BS 二つあんのやろ。ありますね。ほんで、NHK も E テレあるやろ。ほんで、ラジオもあるやん。多すぎん。多いですね。と思うねんけど、海外行った時見れる国あるやん。そっから撮れや。ホテルとか行ったらね、NHK やってますからね。そっから撮れやって。で、スマホとか、なんか、番組見れるやつから撮るって言うたら、な、DVD って言うてる人のやつを、あるやん、CM の。はいはい、はい。夢公募やったっけ。な、社長と女の人出てやってるやん。はい、あれがあって、テレビ見れるやつあるやん。あれからもう撮んねやろ、ほんだら。まあ、そうですね。うん。そやろ。はい。そんなもんもう無理やろ。いや、ねえ。うん。それどうやって撮んの？そこの携帯台とかに乗っけたりするんじゃないですか？いや、だから、携帯会社と提携するの、提携して。うん。うん。売れへんわな。はい。うん。ほんだら怒んのんちゃうの？うん。これ誰が、何歳のおっさんらが決めたの？いや、ほんまにね。そもそもやっぱこの時代にね、反強制的に受信料取るっていうのはちょっともう、おかしいですよね。BBC ももうやめんねやろ、それも。ちょっと縮小するかなんかちゃうの。うん。俺なんかもうね、申し訳ないけど、客やけど出してもらわねえね。な。そうですね。まあ、そぐわないねやろな。それは、俺からしたら差別ちゃうのって言うたら、向こうは区別って言うやろ。え、過去に出たことありますか？ああ、あるある。あるよ。もう、ドラマ、朝ドラマあるし、それから、時代劇、BS のもある。あ、よ、あれ出たで、タイガ。あ、タイガドラマ。タイガ。ワンシーン。1話1話。1話だけ。西田敏行さんの。NHK でムカつくんが受信料取ってるじゃないですか。ムカつくねや。で、NHK オンデマンドっていう、まあネットの見逃し配信みたいなのがあるわけですよ。あれも金取るんですよ。もうむちゃくちゃやな。むちゃくちゃですよ。知らんわ、俺。いや、それやったら、それをタダにしてくれよって。TVer でもタダやのに。あれちゃうの、やっぱり職員が、役所感覚ちゃうの。だから、その営業とか、行けへんやろ、スポンサーに、こんなんと、ほんで、広告代理店と一緒になって、こういう番組をとか言うて、いや、自分らがバッて、上司にバッて出したら、それで飛んねん。はい、飛びます。あ、俺、ええやん。行け行けって。金はあるって言って。そんな感じですよ。いやいや、ほんまこれ、国民怒らなあかんやろ。ほんまに。なあ。ほんで、また、あれやろ、長崎の軍艦島、募集校のことで、もともとおった人の意見と全然ちゃう編集の仕方してたり、でそれがまた韓国に使われたりしてんのやろ。わしはカナダでしょって何ちゅうことしてくれてんねんって。ほんまに。うん。だから NHK にあるそういう、もう莫大な素財とか、僕はもう国民のみんなのものやと実は思ってて。はい。ああ、古い映像とかも。うん。だから勝手に国民も使えるようにアーカイブとかで流してやってくれたらええのになと思うんですよね。なるほどな。ああ。そう、ほんまやな。はい、そのための、な。受信料やと思ってるんで。受信料。ほんまに。いや、ひどいな。はい、だからあれやろ？その、車のカーナビ買ってテレビ見れるやつありはいはい。あれも撮ろうと。そうですよね。厳密に言うと。いやいや、もうそんな時代ちゃうでって。ほんまに。な。はい、国民全員が、好きやっていう番組作らなあかんのじゃん。はい、国民から金取って。だって民放なんかスポンサーが、お前何やんこの番組って言ったら終わりやろ。終わりですよ。うん、やめる金出せへんって言ったら終わりですからね。それはどうなんかな、っていうところで、立花さんどないしたんや。なあ。はい、ほんまに。早く、あれにしてほしいですね。スクランブル。スクランブル。
スクランブル、スクランブルって、スクランブルって何？お金払ってる人しか見えないってことです。ああ。はい。そう言うて。だからあれやろ、ワウワウとか。はい。うん、ああ、そうです、そうです。うん。だからテレビに NHK を映るけど、お金払ってない人はもう砂嵐になるみたいなね。ああ。お金払ったらそれ見れるようになる。NHK が映れへんテレビ売ってんのじゃん。売ってます、売ってます、うん。はい。だからそんなんですわな、ほんまに。いや、もうそこのところ考えてもらうな。っていうか、これもう、総務省やろ？総務省です。うん。総務省。あ、総務省で思い出した。はい、あ、小西文書どないな。今、めっきりなんか、知らん。やらんようになりましたね。うん、なあ。はい。小西さんも、なんか、そうやろ。だんまりですね。放送課、課長補佐やろ。まあ、そんなんですわ。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので。